ピマ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、ヘイテン君でーす。本日は東京都品川区にあります、ピートレックマーメイド五反田店に来てます。ピートレックマーメイド五反田店ね。ということでね、前回ね、なかなかいい感じのジャグラーを、ハッピージャグラーを掴んだにもかかわらず、俺のね、こいつが弱いばっかりに弾けなかったね。今日こそは、勝ちたいんでね。早速、行ってみたいと思います。入店。入店、やってきました。ピートレックマーメイド五反田店。それでは早速、店内のデータを見に行きましょう。はい。大丈夫かな？こっちね。あ、すいません、どうも。ありがとうございます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 。ということでね、早速、こちら、寝台の、ねえねえ島娘、素晴らしいねえ。なんでもすごいらしいですよ、この台。まあさすがにね、この時間なんでちょっと打てませんけど。おすごい、液晶4980枚、頑張っちゃってください。ねえ。お、エヴァンゲリオン。エヴァ。2300。あーちょっと弱いなあ。すごいですね、 ART がすごい。あー今打ちたかったけどジャグラーかな。あーやー、あっ、ありがとうございます、ありがとうございます。おっ、アイスついてるけどちょっと弱いな。363、あっおはようございます。すごいね、やっぱね、いい台、お客さんが掴んじゃってるね。あ、おはようございます。いやいやいや、あー165分の1か。あ、やめるんですか。あーなるほど、こっちも165分の1だよな。あ、行く、こっちにしよう。こいつで、こいつで行ってみたいと思います。はい、それではね、アイムジャグラー、ニューアイムジャグラー EX ね、北谷さんの、弾いてみたいと思います。本当はね、ちょっとエヴァ打ちたかったけど、しょうがないね。お座り、一発、チャンス。残念。1000円で光らしたいな。あー50万円ペイか、ダメだったか。前回倒し残念、つかんないなー最近。お、どうした、ダメなのか。あーリプレイ、あかんねん、追加倒し、ほんと最近弱い、やばいよ。あとしばらくでおしまいだってよ、時間ねえもんな、やばい。追加倒し、どうした。いやー200枚目誰か光らせ方を教えてください。はい、残念、やっと出たチェリーなのに残念。追加倒し、やばい、あと3分ぐらい、どうどうぶどうぶどうぶどう、どうした、あ、やばい。はい、残念。頼むよ。
みんなやめてく。そりゃそうだよな。どうした？あ、もう時間ない。あと2枚しかない。1枚でいっか。いけんのかな。もう終わりだよな。ワンベッド。ブロー、ブロー、ブロー、あーリベ、ブロー、ブロー、ブロー、あーダメだった。ラストプレー。胸、胸。はい、実戦終了、実戦終了。ということでね、ちょっとね、雨、ちょっとね、急遽、いきなり雨が降っちゃったんでね、店内をお借りしてエンディングの方を撮らさせていただいておりますけれども、本日のヘイティングの結果、ニューアイムジャグラー EX を打ちまして、投資枚数が250枚の、獲得枚数が0ということで、マイナス250枚です。胸、胸。ほんとね、ほんと申し訳ございません。ほんとね、ちょっとね、最近不甲斐ない。ねえ。誰か、ゴーゴーランプの光らせ方、教えてください。ということでね、悪いのは全部俺だよということで、素敵なお店、ピートレックマーメイド五反田店さんの宣伝をちょっとだけ。ほんと素敵なお店だよね。なんと、また来月も呼んでくれるということで、6月1日の金曜日ですね。呼んでいただけるということなんでね。次回こそは頑張りたいと思います。それまでに、ゴーゴーランプの光らせ方、どんどん教えてください。まあいいか。あとですね、ご覧のようにですね、話題の寝台ですね。例えば、鉄拳デビル、コードギアスとかね。あとは、まあ、パチンコも、バガボンだったりとかね。いろいろ。もう、とにかく、トップ導入。お客様のニーズに応えて、打ちたい台がいち早く出る、こちら、ピートレックマーメイド五反田店に来ちゃってください。だけど僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。